これは23歳の男性で、道を歩いていて突然亡くなられた方で、慈恵医大で司法解剖になった症例で、その診断をさせていただいたケースです。まず非常に大きな心臓、右心房ですね、心耳が下大静脈まで進展して側壁を作ってます。フォッサオバーリス、下大静脈、ここに IBC が入ってたんですね。それから ここに大きな VSD が開いてます。カナルタイプ VSD というような呼び名で呼べるかもしれません。で、これの向こうに僧帽弁はちゃんとあります。で、この三尖弁と僧帽弁の間に筋肉があるかないかが、マスキュラー VSD か、それともカナルタイプ、ペリメンブラナス VSD with ポステリアエクステンションとの移動を判定するのに重要です。これは指でこうやって触ってみても筋肉はありません。あとでこの間をお見せすることができるかどうか。それでこの VSD はこれがアオルタです。アオルタ、それからこれが肺動脈、非常に拡大しております。 pH があったね、壁の厚さからして pH がかなり pH があります。それでVSD とこの両血管の関係を見ると、両方ともはるか離れてます。リモートです。こういうタイプをノンコミッテッド VSD というんですね。カナルタイプ VSD の場合が一番多いと思います。あとはマスキュラー VSD のこともあるでしょう。それで、あとこの人がサドンデスしたその原因は左心室にありました。これはシングルパピラリーマッスルです。パラシュートマイトラルバルブって言いますけど、 MS があったんですね。普通パラシュートマイトラルバルブのこのワンマンはポステリアパピラリーマッスルが あるんですけども、この症例はポステリアかアンテリアか真ん中ですね。それから先ほどの VSD がこれです。これでペリメンブラナス VSD だってのは分かりますね。これ VSD の前縁です。これが僧帽弁、これが三尖弁。この下をずっと見てもどこにも筋肉がありません。これは VSD の上縁です。前縁、下縁で、あともう一つこの左室の流出路を開いてみますと、ここに、あるのはアプセスです。
ビリダンスのアプセスがあって、それが僧帽弁の直下に先行していて、時々そこからそのインフェクテッドトロンブスが血流に乗っていって、それがその脳に拘束を起こしたということが原因のようでした。時々この人は高熱を出してたということ。